小さいエンジンで速く走る、これがコンセプトです。 V6 で350馬力でイノベーションを起こすことです。二重反転プロペラを採用しております。推進力も安定性も向上することで、パワーとスピード、高いレベルで両立することができています。リアルインジェクターとは、一つの燃焼室に対してインジェクターを2つ使うことです。小さな粒の燃料を狙ったところに大量に吹くことができるので、燃焼の効率が上がって、その分馬力を向上することが可能になります。ダイレクトインテークとは、海水を分離するためのガラリという技術を採用しています。ギアケースを小さくすることで水の抵抗が減って、スピードを上げることができました。2枚のプロペラが逆回転をしていますので、お互いのプロペラが発生する傾こうとする力を相殺することが可能になります。その結果、直進でもスラロームでも安定した走りを実現することが可能になります。もちろん耐久性能には自信があります。世界中で高い評価をいただいているスズキ V6 の耐久性能を受け継いでいます。スズキリーンバーンコントロールシステムを採用しております。このクラスにしては軽量でコンパクトに設計をしております。次のフラッグシップとして、スポーティー、上質感というのをコンセプトにデザインしました。